皆さんこんにちは。 MS クリニック総院長の葉山義孝です。今回は30代から始める勃起力を高める方法をご紹介します。まずはなぜ年齢を重ねることに勃起力が落ちていくのか、その理由を解説します。加齢に伴う勃起力の低下の主な原因は男性ホルモンの低下、血管、神経の問題が考えられます。では勃起力を高めるためにできることを3つご紹介します。まず1つ目に食生活の改善です。亜鉛、これは男性ホルモンの増加を促します。シトルリン、アルギニン、カルニチン、こちらは海綿体の血管拡張を促します。あと DHA、EPA、こちらは動脈硬化の改善を促します。この5つの栄養素が勃起力向上のために必要な栄養素と言われています。日頃の食事にこれらの栄養素を取り入れることで勃起力の改善を促すことができます。次は適度な運動です。筋力のアップは勃起力アップにつながりますので運動も欠かせません。特に下半身の筋トレは効果的で ED の治療にも効果的です。勃起に深く関わっている筋肉に骨盤底筋というものがあり、この筋肉は勃起を維持するために働いており、この筋肉が衰えると勃起力が弱くなる原因となってしまいます。特に筋トレの中でもスクワットがおすすめです。食生活の改善のみならず運動も忘れずに行うことが重要になります。勃起力を向上させるためには良質な睡眠も重要です。勃起不全の方の原因の一つが睡眠不足だと言われています。寝ている間に分泌されるテストステロンというホルモンが勃起力と深い関係があります。睡眠不足によってこのテストステロンが減少し、結果として勃起力が低下してしまいます。健康な生活を送るために必要な睡眠時間は7時間から7時間半ほどと言われています。もちろん最適な睡眠時間は人それぞれ異なりますが、勃起力のある健康な体のためにも平均睡眠時間程度の睡眠量は確保するようにしましょう。皆さんいかがでしたか？ご自身の普段の生活と比べて改善できるところがございましたら、少しずつ改善していけるように心がけていきましょう。もちろんこのように日常生活の中で改善を行えるのが一番だと思いますが、仕事でどうしても生活習慣が悪くなってしまう、時間が取れないなどあると思います。そこで MS クリニックではご相談にいらっしゃった方へは各種 ED 治療薬をご用意しております。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは勃起力が落ちてきたなと思うことはありませんか？ぜひ今回紹介した改善方法をお試しください。 ED 治療薬が気になるという方はまず無料カウンセリングにお申し込みをお願いいたします。ご予約いただければ最短10分程度でお薬を処方いたします。 ED 治療薬はオンラインでも処方が可能です。お忙しい方はオンライン処方をご利用ください。先ほどお話しした ED 治療薬は概要欄の方に詳しく書いてありますので、こちらをご覧ください。いつもご視聴いただきありがとうございます。 MS クリニックでは過去動画をリストにまとめてありますので、こちらの方もご覧いただきますようよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。あなたの味方、自信に変える MS クリニック。